自民党の国会議員を3期とか4期程度経験した方がある日自民党を見限って令和に移るなんてことがもし起きたら、これはかなりもう古谷さん以上のインパクトあると思うんです。土曜日に YouTube 見てましたら、すいません名前ちょっとど忘れでした、京都で落選した人名前何でしたっけ、安藤博さん、ごめんなさい、安藤博さんが土曜日に令和の代表選に私も出たかったと言ってました。それから、質問まとめてください。腹を割って話し合いたいとも山本太郎とね、腹を割って話し合いとも言ってました。以上です。それに答えるかどうか、それが質問です。さすがおしゃべり会濃いですね。私がまとめていいですか。自民党と腹を割って話すためにはどうしたらいいかみたいなことですか。あ、違いました。失礼しました。はい、じゃあ自民党について令和とこれからどうやって違いますか。はい、じゃあ自由に行きましょう。はい、ありがとうございます。代表が誰になったからといって自民党だったり他党の人たちが私たちのところに入ってくるかって言ったら、それは大きく違うと思います。何か令和に行けば勝てるかどうか、それ以上でも以下でもないんです。政治家は一番は議席を守れるかどうか、そこにしか興味がございません。なので令和自体が強くなる、その必要があるってことです。そうなれば向こうから勝手に来る、そういうことなんですね。勝てるか勝てないかだけで判断されます。もう一つ、他の人たちが入りたいって言ってる、腹を割ってって言うんだったら、それは歓迎したいと思います。ただしネックになっているのは原発だと思います。原発推進と反対であるならば、私たちは当然原発は続けられないわけですね。推進の方々には本当の意味での保守になっていただきたい。そういうふうに思ってます。はい。大石節口チームです。自民党だからダメとか、その議員に対してそういうレッテルは貼らないんですけども、やはり政策が違うからわざわざ自民党じゃあかんから政治家やってるわけでだいぶ違うっていうのがあると思うんですね。で、とりわけやっぱり自民党と統一教会が古くから結託してこの国の政策を歪めてきたんだから、そこへの反省とか、そのなんていうの、政策の大転換する議員しかまあ一緒にやれないだろうと思うんですけど、来られる方はいいんじゃないでしょうか。で、安藤博さんには私なんか2年ぐらい前か世話になってないんですけど、私が中学校の模擬投票でゼロ票やったことがあって、で、その時になんかツイッターで、まあ、極端なっていうか、まだ社会が追いついてない価値観、まあ、消費税廃止とかっていうのはなかなか広がらないものだけど、頑張ったらいいみたいなことをなんか引用みたいな形でやってくれてて、まあ、なんか、ええ人やなぐらい思ったんですけども、まあ、いろいろ政策も違うかもしれないですけど、よろしくお伝えください。自民党とのうんぬんということですけど、私は政治手法としては小沢一郎さんがすごく好きでですね、すごい参考になると思ってるんですね。ですから自民党を割るとか、そこからこう勧誘するとか、そういうことは私代表になったらどんどんやっていこうと思います。今2人目をつけてますね。石破茂さんと野田聖子さん。私党首になったら鳥取と岐阜どうですか、大丈夫っていうふうにね、2人とも僕対談したことあるんで、これ党終わったら面白いですよ。僕はネオ小沢一郎になりたいです。以上です。